どうも、皆さんこんにちは。ですね、インディゴ降臨の周回編成ですね。理事長と1時間ぐらい経った時点で、まあズオだねということで、封印 100% と、アモの先生99とボスがまた先生で1万戦ぐらい飛んでくるところだけですね。今回の、ギミック対応として意識するところは、それを鑑みて、両方、補填してくれるのがペルセウスだったので、まあ、メイメイを4枚並べるのではなく1枚、ペルセウスを編成して、対策を打っております。はいですね。先生と封印体制です。でいきます。で、まずワンフロアなんですけども、木の44が組めれば別にここ陣つかなくても大丈夫です。こんなもんだ。でなかったら、まあ最初1フロアはズオーですね、使うとしたら。でまあで2フロアになっちゃうとですね、もうズオーを使っちゃうと良くないので、メイメイを使っていきます。確実にあそこですね、アモンのところでズオーを取っておきたいというやつです。こんなのね、真面目に組めなくてもまあいっちゃいいんですけど。どのくらい火力で売るか見よう。そのくらい。4で消した。3で消したから、そんな火力出てなかった。まあまあまあ。はい、で、ここもあればいいんですけど、まあないんで、まあ使っていきます。基本的にやっぱり意識するのは4つ消しだけで、木の4つ消しだけで大丈夫です。次も色あるんで、ちょっと、次のベリアルが実質ラスボスみたいな感があってですね、まず逃げきかかっちゃう、ほぼほぼ。ですけど、ここでね、もう封印食らっちゃうとアウトだったので、メイメイ4枚だと、ブブーって。多分これで6割7割なんですよね、ダメージが。6割だな。で、まあメイメイ使っていきましょう。でも最後は何でもいいっすよ。てかいろんなモンスターそういえば発表されましたね。で一応何が一番気になった？俺、明智光秀が、闇のやつだったっけ。そうそう。俺はさ、なんかその、まあ、漫画的なとこもあってさ、刑事がすごい気になってさ。前田刑事か、ケイちゃんが。でここではい、図を残しておいて、こうやって、確実にね、1万以上回復できるように、盤面を火をね、回復にします。まあ、この役割なんで、別にペルセウス持ってないよっていう人だったら、ペルセウス以外だとそうだ、封印が足りなかったんだ。なんだっけあれ。なんか、ウリエルとか、ね、ウリエルって闇消しちゃったっけ。とりあえずね、なんか光を回復の役割に持っていればいいんだけど、メイメイからなんか他のでいけるからいいんだけど、まあ、火は毒っていいからね。でもってここはもう、まあ、とりあえず回復しながらですね。で、木は4つ消しはまあ、まあ入れてあげればいいだけなので、ここでも。まあ適当でここでもいい。とりあえず回復をね、しながら36倍出していただければ、木はね、4つ消し1個で大体突破できます。はい。で、ボスですね。だってここね、若干運がかかるんですよ。
ズオを発動した時に木がね、あ、今回大丈夫なやつ、大体大丈夫なんですけど、あの木があまりにも少なかったりすると、うん、倒し損ねます。うわ、なんだこれ、もうほんとね、あの鍵がすげえチカチカするよねチカチカしないこれ、鍵が。え、こんなんで。で、次も、仮に倒し損ねた場合、12.25 で木が4つ消しできればいいんだけど、今回みたいなこういう盤面だと、もう、落ちた、全力で回復しようってなっちゃうんですよ。はい、ということで、まあ、基本的にストレートでいけば、こんな感じで、クリアすることができて、まあ、だいたい3分、4分、3分ぐらいかな。今回ちょっと、バカ正直にパズル組んだんで、落ちコンとかね、16コンボ落としちゃったりとかで、タイムロスしてますけれども、だいたい3分ぐらいですかね。で、周回することができるかと思いますので。まあ、ただ、編成難易度は、まあ、間違いなく激高。そうですね。です。まあ、ほんと。まあ、でも、メイメイのスキルレベル、1かな、1体だけ1上げれば、まあ、そうですね、スキルブーストが、10個かな搭載されているので、まあ、正直メイメイも1回しか使わないんですよ。まあ、多分今見ていただければ分かったかと思うんですけれども、あのズオーズオー使ってメイ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 で使っていけばズオー復帰するんで、まあ、正直ズオーのスキルレベルが、最大一歩手前になっておけば OK で、他、まあ、正直メイメイもスキルレベル1でも多分問題ないかと。そうですね。別にワンフロアで一旦貯めて、で、次突破して、で、まあ別にあんまスキルレベルは気にしないでください。あんまりね。ただちょっと若干速度が変わるぐらいであって、多分そんなに、難易度は変わんないです。はい。ですので、まあ、メイメイ3体お持ちの方だったら、いけるかなと思います。はい、以上です。ただ回復力がめちゃくちゃ低いので、これだけ注意だね。そうですね。回復力がめちゃくちゃこの編成低いんで。回復に結構プラスないと、あんま回復しないんで。はい。注意してください。オールフォーミーの後もズオーペルセウスからの変換で、あんまり回復しないんで。1万1000だから。まあまあ、今回はね、結構、そうですけど。まあ、そんぐらいかな、注意点は。そうですね。うん。勝手にまあ、陣使ったら、敵が飛んでいくんで。まあ、今回はこれで、周回しようかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。